大丈夫ですか？え？具合が悪そうだったから何かあったのかなと思って。嘘、それって幽霊をナンパしたってこと？これを理由に離婚できたとしてもらえる慰謝料は5000万程度でしょ。でもあの人が死ねば2億はくだらない。荒金光さんの佐伯さんって方と一緒でしたよね。その後河川敷で人を殺しました。無理でしょう。無理じゃありません。佐伯さんは早いので。精神鑑定をお願いしてみてはどうでしょう。本人に精神的な病気があると認識させるのが良いかと思います。いい加減話しなさい。これ以上続けたらあなた死ぬわよ。この方で間違いないですね。ジュリの大学のこと。うん、奨学金使わせたくないんだ。無理です。いくら出せばいいですか。ただの過労だってさ。この前初めて点滴やったんだ。あれすごいよく効くね。めっちゃ元気になったよ。宮内くん大丈夫？この子でしょ。この子を狙ってるんでしょ。あなた何なの。どうして私たちを巻き込んだのよ。今週の木曜日に私は死んだ。